今ちゃんと切ろうと思ってて。全然お金使ってもそれに見合ったことされてないのがすごい気になってて。あ、そうです、前回そのネオンの方ですね。マジでありえないんだけど、借りたい。借りたい。そういう感じなら私本当に借りたい。マジで無理。まあ借りたいんだけど。え、無理本当に。まあ、なんか人気だし、約束がついてるからっていうので、つかなかったからっていうので揉めたんですけど、やっぱでもお金使ってるから、ついてほしいですよね。おかしいなと思って。で、お金使ってるからには、その人の、なんか一番になりたいし、その人の生活独占したいし、こっちからしたらやっぱりお金使ってるなりの、どうしてほしいなって思って、お金使うのもそうだけど、何でも一番になりたいです。まあ、休みの日会ってくれたりとか、アフターをもちろんしてほしいし、で、寒いがいたら挨拶くらいはいいけど、私のところ長くついてほしいと思うし、開けといてほしいですね。まあ、それなりに使って、雑草とかも取らせてるんで、行くのが当たり前かなって思う。前もって行くって言ってるんで、毎回それで私よりお金使わない子を優先するのはちょっと気に食わないんで、事前に言ってるんで、会議とかミーティングとかないようにしてくれると思うんで、普通はそうしてくれないと嫌です。でも本当毎日電話も LINE もしたいです。出勤前でもちょっとでも声聞けたら楽しいんで、やっぱ独占したいんで、行かない日でもアフターとか行ってほしくないです、他の人が。理想は一本釣りでいいから、私だけにしてほしくて、プライベートとかもそのお金使ってほしくないんで、もうほんと私だけがお金使って私を一番にしてくれる人がいいなって思います。お金使ってるのに均等に行くわけ。私が一番使ってんじゃないの？まあそうだね、確実にね。まあ自分のとこじゃなくてヘルプの分回ってたから。ヘルプとかじゃなくて自分のとこ大事にするじゃん。まあそんなこんなで切りたいと思ってるんで、まあ私の条件に合うホストさんがいそうなホストついてそうなんで紹介してもらおうかな。私今高級店で働いてるんで、普通の〇〇で稼いでる子よりは全然お金はいいんで、大体15を超えることが多いですね。がっつり16ぐらいで出てるんで300は超えますね。ほとんど使ってますね。生活できる分抜いてほとんど担当に使ってたんで、欲しいものは大体お客さんに買ってもらいます、ね、家賃もあんま言っちゃいけないんですけど、お客さんに払ってもらってますね。ちゃんと見てて分かると思うんですけど、大前提で顔は良くないと理想の担当じゃないですね。濃い顔苦手なんで、ジャニーズ系とかそういう顔が好きです。今23です。あとは喋ってみてフィーリングで合う合わないがあるので、合う人がいいなと思ってます。いや、ファーストもハヤトです、お願いします。え、若くない？あ、僕ちょっと最近やっと20歳になって、で、張り切ってよ、ちょっとお酒飲んでたらちょっとこの声になっちゃいました。飲めない20歳。あ、でも結構今お酒のトレーニングしててだんだん強くなってきたんですよ。コロナまで飲めなかったんですよ。飲めませんでした。飲めないですよ、辛そうだし。いやいやいや、結構僕一人でバー行くぐらいお酒大好きで。なんで趣味のものと遊んでんじゃないの？いや全然一人です。バーの人にも聞いてほしいぐらい一人です。1年9ヶ月10ヶ月ぐらい一本釣りじゃない？いや、もともと一本釣りだったんですよ。正直正直なところ一本で上がっただけですよ。いやいやいや、そんなことない。いや、もしちょっと指名してくれたら
お酒の勝負してる。年下上なんで。理想は上の方がいいんですけど、同い年くらいでも一番にしてくれればいいかな。年下の新しくいいところいっぱい見つけられるからさ。だって今まで見てきたけど、うん、年下って大体チャラいし、うん、年下の人は絶対趣味めっちゃいる。いないわ。絶対一本釣りのそのエース言ってたでしょ。いや、一本釣りだったんだけど、なんか逆にやんないことで切れちゃったんだよね。じゃあ結局ダメ。カンボコさん、これた方がいいんじゃない？いやいやいや、これでもカンボコさん1年以上やってるね。いいところ見つけてほしいところ。色気はない。色気はない。大人の魅力はない。でもこれから大人になってるから、ちょっと成長してくるところをちょっと支えてほしい。25くらいになるまで指名するわ。25くらい、25になったら指名してくれるんだよ。ちょっと考える。ちょっと考える。色気出たらね。5年間出れたら考える。うん、前回公演できなくて綺麗なんですよ。うんうん、もう公演してほしいんだよね。できないんですよ。うん、無理だ。なるほどね。ごめん、ちょっと呼ばれちゃった。諦めずに待ってます。ありがとうございます。ごちそうさまです。またヘルプで。担当で会いましょう。総社員のリクと言います。お願いします。総社員の方にとって、はい、総社員です。一番偉い。一番偉いですね、今この店では。あんまり偉い人好きじゃない。役職者好きじゃない。あんまり。役職者は好きだけど。好きだけど総社員ってすごいっすよ。いやいやいや、全然全然そうなる。それなりにお客さんがついてるから総支配人なわけじゃん。まあ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 、それなりに。キャラクターとかできないし、総支配人。あ、全然全然、時と場合によって全然。ご一緒いただきます。総支配人ってことはお客さん絶対多いし、どういうなんかお客さんが多いの？なんか僕、ホスト歴長いんで、6年ぐらいやってるんで、結構いいお客様多いから、めんどくさいって言い方悪いけど、大変なお客様は全然いないから。いいお客さん多いって言ったけど、なぜ、うんうん、それなりにお金使う担当が、はい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 、でもそれなりに使うんだから、それなりの2回を。あー、なるほどね。はい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 、取れたいし、そっち系ね。はい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 。かぶりいいの？かぶりね、まあなんかさっきいなかったんだけど、急にバタバタ来た急に。そっちについてるってこと？いや、そっちにもね、全然あれだよ。みんな多分均等にっていうか、バラバラな。横に使ってるのに均等に行くわけ。私が一番使ってんじゃないの？全給料絶対あってほしい。全部はまあまあ、頑張るけど、全員するけど、絶対厳しいかもしれない。でもその日使うんだから、かぶりとか極力減らしてほしいし。その日？かぶりなし？アフターもちろんかぶりないんだから来てほしい。もう私だけに、もう私だけに時間を使ってほしい。来る日は？来る日はね、いい。他は、まあ、もっといてほしくないけど、もうちょっと欲しい人いいみたいな。それしかないから、はいはいはい、けど、まあ、他に休みとか使ってほしい。最初の方はそうしてくれたけど、はいはい、だんだんそういうの雑になってきたから、切ろうと思って。あ、で、紹介してくれたの？そうですね。休みの日とかも、まめに電話とか。電話。はい、飲んで。アフター寂しいし。オンリー。オンリーやが。かぶりは何でもいい。かぶり無理。で、天気もなるべく一緒にいたい。きちえ。確かに、まあ、ありがたい、ありがたい、めちゃくちゃ嬉しいけど、やっぱなんか長く支えてきてくれたお客様も大事だから、全部は全部ってのは結構厳しいかもしれないかな。で、逆に、いわゆるモブって言われてる子たちとかやったら、腐るほど時間を使えるけど、そっちの方がいいね。一緒じゃない子たちって、はい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 、結局仕事できないし、うん、連絡まめじゃないし、下手に誰でも彼でも色恋するじゃん。はいはいはい、スポーツは無理なんだよね。仕事できる人がいいから、うん、だけどその中の一番になりたい。中の一番。ごちそうさま。ありがとうございます。アリルレロイです。お願いします。名前上手くない？まあ、名前覚えてもらいやすいようにね。え、いいです。僕24っすね。あ、24なんだ。はい、まあ、若くはない。うん。でも、3人ついたけど、一番怖かったかもしれない。うわ、いや、嬉しい。どんなお客さんが多い？どんなお客さん？もうバラバラっすよ。僕が合わせるだけだから。どんくらいですか？150とか。それ以上使ったらどういうことしてくれる？
か全部ある。Thank you、 まあ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 全然全然いける。アフターもいける。アフターもまあもういけちゃいますから。結構前もって言うタイプだから、うん、その時は被りなしてほしい。ちょっと検討しときます。ただ被りなかったらアフターいけるでしょ。うんうん、まあまあ確かに。100以上使ったら、うん、ディズニーの点がどこ連れてくるの？いや、逆にどこがいい？やっぱり女の子はディズニー行きたい。ああ、いいね、ディズニーね。行ける？まあ、ディズニー全然もう行っちゃおう、ディズニー。本当に？本当に。私も朝から並んで行きたいタイプだから。なるほどね、うん、ああ、もう全然。耳とかセットしたら耳つけなかったら作れる。ああ、もう全然。お揃いでつけたいね。お揃いでやっちゃおう。しばらく行ってないから、うん、来月くらいにちょうど行きたいと思ったんだよね。ああ、もう来月ね。いやー、やっぱ僕も来月の楽しみに頑張れ。そうだわ、今月一緒に頑張ろうね。逆にどんな人がタイプなんですか？第一条件で顔。ああ、なるほどね。それはね、しょうがない。タイミングとか、なんか私の理想に合ってると思う。あ、僕が顔が一番好きだし。おお。一番いいと思う。やばいね。おー、もうぜひぜひ、もう締め待ってます。エース150くらいって聞いたし、はい、でもそれ、なんかクリアできそうだから、うん、次のエースにもなれるかなって思って。お願いします。本当はみんなしたいんだけど、うん、はいはい、ホストって口だけの人多いじゃん。うん、ちょっとなんか LINE とか電話とかして、うん、なるほど。なるほど、慎重派ってことで、はい、わかりました。今度、うん、わ、待ってます。じゃあ、ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございます。ロイくん良かったですね。なんか喋った感じ、自然だったし、そう、顔良くて、喋りも良くて。で、なんかお金それなりに使ったらそれなりのことしてくれそうな感じだったんで、ちょっと LINE とか電話とかしてみて、またよかったら指名しに行こうかなと思ってます。うん、もうなんか総支配人の方はちょっとレベルが、総支配人ってなんかすごい大きいイメージあるね。レベルがなんか分かんないなと思って、もう一人の子は若すぎて。ちょっとまだ私は好みじゃないな。ありがとうございました。